八重山では先月からパインアップルの収穫が始まっていて、今月から来月にかけて収穫のピークを迎えます。昨日、県や石垣市、生産者の代表などが集まり、旬入りを宣言するセレモニーが開かれました。時期によって酸味と甘み、価格よりも負けないっていう自負は持っております。まあ、世界一にはなりたくないけども、2番で頑張ります。初めて食べましたけど、石垣のパインね、美味しいね、なーちゃん。甘みが強いかな。収穫は八重山から始まり、本島北部へと移って11月の終わり頃まで続くということです。